客様にお知らせいたします。名古屋港地区地震現場上にも巨大地震注意が発表されました。これに伴い本町に行ったら穏やかな速度を落としてお出しております。お時間に余裕を持ってご利用いただきますようお願い申し上げます。小田急線の運行状況は当社ホームページまたは小田急アプリからご確認いただけます。